棒人間の冷棒人間とは人体を極端にデフォルメし手足を棒のように表現したキャラクターもしくはイラストである通常キャラクターの頭部は円胴体と四肢はそれぞれ直線で表現されるまた時に胴体を適当な曲線で囲った枠のように表現したりコンピュータグラフィックスにおいては細長い楕円や長方形を線の代わりに使う場合もある頭部に 名や口が円や曲線、直線で描かれることもある。描くのが非常に簡単であるため、子供の落書きや漫画、アニメーションの修作などで描かれたり、あるいはモブキャラを表すために使われたりもする。棒人間の落書きは歴史上の至るところで見られ、石やコンクリートの壁などの硬い表面に鋭いもので、引っかかれていることもある。映画の絵コンテのスケッチにもよく使われている。 また、イラストだけではなく、実際の棒やワイヤーを使って、立体作品が作られる場合もある。規格化されたものとして、ソフトウェア開発分野で用いるんぬの、ユースケース図がある。戦士時代にはすでに棒人間が描かれていた。その数万年後には、エジプトのヒエログリフや中国の漢字のように、人や物を簡略化したものが、言語記号として使用されるようになった。 近代に入り、ルドルフ・モントレが人体やその他のものを簡略化したアイソタイプを考案した。1964年東京オリンピックでは、勝見・マサルラによるピクトグラムが使用され、国際イベントでこのような絵が初めて使用された例となった。1972年には、オトル・アイヒャーが幾何学的な格子状の丸みを帯びた棒人間の図を開発し、 1972年ミュンヘンオリンピックの看板や印刷物、テレビなどで使用された。東京オリンピックやミュンヘンオリンピックなど、当時使用されていた他の多くの類似したピクトグラムに基づいて、1974年と1979年にアメリカグラフィックアート協会が米国運輸省の委託を受けて DOT ピクトグラムを開発した。DOT ピクトグラムや そこから派生したシンボルは、今日、世界の多くの場所で広く使われている、踊る人形、ありがとうございます。